ねえ、こちら。オンライン講座の4講目ですよね。今回はパート2でですね、一見流を解説したんですけど、上からのパターンと、横からのパターンはやったんですけど、下からのパターンはやってなかったんで、これは解説しないかと思いまして、そもそも一見流っていうのは、玉の一マス離れたところに、流があるという形で、当然下から追いかけていく形も、一見流という形になります。で、次もそうですけど、寄せのポイントは、一見流の形を作ることですよ。これはめっちゃ基本で、これが実現すれば、大体勝てます。で、今回は下からの隅ですけども、それは大きく分けて二つで、一つ目は、こういう形で、金を打って、二三玉で、二一左という形ですよね。これは合駒効きませんから。もう一つは、上から捨てて、一見流を作るパターンですよね。これも品質ですよ。例えばこういう形で、9三金で、同香は9一銀やから、同玉に、9一竜で、投了ですよね。で、9飛車抜けに解説すると、ここで投了せずに、丸ごとバリアと書いてですね、9二金とか打ち始める。なんか、アリコナーズみたいなやつおるやんか。無駄ですって。入ってこれますってば。隙間あんねやんか。8人いると斜めから飛び蹴りかわして済まされますんで。そしてこれあんま使ってる人見たことないねやんか。思わへん？家なんか、あれ来て困るとかあんまないねやんか。あれ来て困ってる人見たことある？ないでしょ？最近の悩みは、見てですね。最近将棋も競馬も勝てへんし、FX でも大損して、嫁にも愛想尽かされて、ですね。大損したけどね、です。何をしても私は。友達大事です。ちゃんと悩み聞いてあげないと。そうか、辛かったなぁ、ですね。どうせお前悩みなんかないやろー、ってですね。ううん。あるよ。私にも。家にありがいですね。嫌われるてば。おわへん？てなわけで、あとこういう寄せもありますよね。下から捨てて、上からサンドして、一見流を作るという。これはかっこいいですよね。じゃあこれ解いてみようか。まあこれも一見流を意識すればだけで問題ですよ。まあ少し進めると、初手は銀なんですよ。取って、こっからどうやって一見流を作るかな。もう一手進めると、次は三三銀なんですよ。で、同桂の時に、次の一手を自力で発見してもらいたいんですよ。今日の本題はここ。一見流を思い浮かべなかんよ。はじめのこの図を応用して考えてほしいと。わかるかな？一三角なんですよ。見えた？同香は三二金でしょ？同玉も三三飛車成でしょ？一見流で詰みでしょ？最後におまけで、これも天才的な手順ですけども、初手は二一角なんですよ。で、逃げれば二二金捨てて詰みでしょ？だから取る一手に二三銀が炸裂しますよね。同飛は三一金以下の詰みなんで、同玉に二一竜で、綺麗な一見竜が実現しますよね。で、下からなんか変な竜が来たんで、家のドア閉めてもですね、上からオーラが来ますからね。で、皆さんは、マンション買うとき、まず上とか下とかに変な人いないか確かめてから買いますよね。で、変な人住んでないなと思って、買って、住み始めたら、しばらくしたら天井からポタッポタって水が垂れてくんねやんか。なにってですね。管理会社に電話したら、雨漏りちゃいますですね。いや、雨漏りちゃうてば。いや、ここ9階建ての3階やねんてば。なんで天井から雨漏りすんの？思わへん。で、上の人のとこ確かめに行ったら、なんか水漏らしてんねやんか。で、皆さん、トイレ蹴ると、水漏れするって知ってる？あれ、やったことないかもしれませんけども、家帰ってきたら、ああ、今日も疲れたなーですね。ボコーですね。まずトイレ蹴るでしょ？そうすると水漏れしますよね。で、毎日やってるけど全然水漏れしないんですけどとかいうやつはですね、1ヶ月ぐらい続けると、ちゃんと水漏れするようになりますので、継続は力なりですよ。何事も。で、このシリーズもそうですけど、
ちゃんと毎回触らずに見て、隅筋のシュートもしてほしいと。いうことで、次回も楽しみにね。いいね。